方でもコメントでありがとうございます。今スタッフが対応しておりますので、こちらの、イベントに向けて今日はちょっとお二人対談ということでやっていきたいと思います。あ、これ車掌さんの時計じゃない？そうです。文字工、文字運転区のやつです。でも、ね、アップにしないと見えない。あ、そうそう、こことあそこと、うん、これ YouTube 音、すいません、 YouTube 音、まあ相変わらずですか、 YouTube 音、これいいな、はい、これいいね。いやもう本当に申し訳ありません、グダグダで、はい、すいませんがということで、お二人をお迎えしておりますけど、はい、今日は大変そうな感じもありますけどもまあ本当にお二人は共演は初めてなんですか？初めてじゃないよ。ああ、そうなんですか、うん、確かに初めてではないですね。あのベルベツサンデーで一回、まあ、遊びのセッションね、はいはい、はい、遊びのセッションであって、それそ今回ブッキングみたいな形では初めてって感じですか？仕事は初めて、うん、そうですね、そうなんです、ね、楽しみにしております。あ、いいんですか、こんな程度のレベルの会話でこれでいくらでも。いや、大丈夫ですよ。そうですか、ツーショットもすごいいい感じですね。もうおしゃれだよね。いやいや、大郎さんだってこれ筋が取ってるじゃないですか。何が？ファッションの。俺ただのシャツ、違う、だからすごいあの対策取りやすかったですこういう格好でくんじゃないのみたいな。傾向と対策、傾向と対策、大体こんな感じだろうと。やばいな、そんな対策してんだ。いや、まだほら一応差をつけないと。やばいな2人同じようにしかなんしょうがないじゃないですか。だって、いやだけどそれあれでしょ、この演奏の時もいろいろ仕込んでくるんでしょ対策を、ね、衣装考えてくるんでしょ。衣装はだけどさ、ピアノも考えてくるって感じ。ピアノは考えないんじゃないですか、ね、いやいや考えてくるね。そうですか、うん、じゃあ考えますバッチリやります。いや、ちょっと、うん、怖いな、どうなるのかって感じなんですけど、前半はちょっとこうお二人のまあこう経歴といいますか、お二人がどんな風に過ごしてきているのかということを改めまして、まあ、もちろんご視聴の皆さんも知ってると思うんですけど、まあ、それぞれのファンの方がそれぞれを知るみたいなところもあると思うので、あ、どんどん視聴者が落ちてる。そうですね、面白くないみたいな。でも、YouTube に今映ってた可能性ありますからね。ああ確かに、うち YouTube の方が絶対ね画質いいですしね。そう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 、うん、そう、俺のみんながこうまとまってあえて映ってますから、YouTube の方は。そう、だってどっからどう見てもみんなもうずっとあれだもん、モザイクだもん、僕ら。お二人年齢はいくつなんですか、ね、今いきなり年齢を聞くの番組ってどうなんですか。同じぐらいなんですかね、世代的には。世代ですか。49歳です。49歳。僕は46ですね、これが47になる年です。うん、2個、3個、そうだね、同行かぶってるか、まあ、同期だ、同世代、同世代、うん、同世代、氷河期世代、うん、あ、そうそう、就職氷河期、そうそう、あ、そうなんですね、うん、それでミュージシャンになったというわけです。だから多い、僕らの世代多いじゃん。だってそういうことなんですか。そういうことだって、もうなんかあの時代僕ら一緒に演奏してて、もうこのまま就職はないよね、このままずっと演奏するよね的な感じでずっといたもん。へ、うん、古い付き合いではないんですか、2人は。全くないよ。全くないですよ。名前は聞いてましたけどね最近会った感じ。最近会った、そう、最近会った感じ。あれいつですか、 年始のなんかどっかで。2、3年前。3年前、あれ3年前ですか。2、3年前、めっちゃ最近ですね、うん、そうですよ、なんか会合があってですね。そうそこで初めてお会いして。あ、なるほどなるほど。そう、私全然知り合い一人もいなかったんですけどね。よく来たよね。いや、なんかどうしようかと思ったんですけど、あれすごいごねてたんです僕、行かないか行けるかちょっと分かんなかったんです最初、うん、僕呼ばれてたやつかなと。多分忘年会みたいなでしょ。そう俺あ、来なかったんでしょ。行けなかったいや悩んで来なかったの。そう、絶対そう、いじけちゃったんだよ。おじけついちゃったの。いじけだったから、ね、あれおじけづくよね。俺だって俺も知らない人ばっかだもん。あ、そうだったんですか。あ、情勢だけ知ってたけど。あ、まあまあまあ、何人か2、3人来たわけ。林さんに至ったらで話す機会さえなかった、うんうん、あそこでも、うん、まともには。なるほどなるほど。じゃあそこで会って、うん、それからまあ、デュオを僕は聞きたいなってずっと思ってたんですよね。まあ、デュオしたいなと思ってました、僕も。なんとなくこの方は面白そうだなと。あ、じゃあ俺も。あすごいなぁ。いやいや、しょうがないなぁ。これあと編集の力が働く。これ生配信もうね、もう全然編集してもいいですけど。いやいや、違う、僕はだから僕は大郎さんのことを考えていたんで、僕は別にどうでもいい。大郎さんがこうなんかこういい風に映れば何でも問題ない映ってるんじゃない。ひどい絵だな、確かに。いや、ちょっとちゃんとやんないとダメだと思うよ。ちゃんと
あ、これご配信ですか。そうそうそう。そうですよ。あの今日はもうすぐ消しちゃうから。あ、そう見る人はね。見る人もつまんないと。確かにそうだよな。5秒に1回ギャグ言わなきゃダメなのか。昔のたけしみたいに。そうだよ。テレビと違うんだから。そうですね。お二人はアメリカに行ってらっしゃったんですよ。それぞれ。はいはい。向こうでも会わなかったんですよ。でもそう同じような時期じゃないですか。日本で。あ、何年？僕も2000年からとか2020年からいました。ええ、あ、俺にだって2001年に帰ってきたの。ああ、じゃあかぶってないんですか。かぶってない。時期が。かぶってない。僕でも2000年の時に1回だけボストン行ってるんですよ。あの僕の同期のね、本間っていうサックスがいて。本間正人。うん。あれ同期ってどういうこと？あの一緒に配送でやってたんですよ、4年の時。配送って何？早稲田のビッグバンドですね。配送じゃない。はい配送業者じゃないです。新しいですよそれ。配送でそれ配送ね。あ、配送してる。新浦安の倉庫でとかそんなんじゃないですか。あ、いや、うん、いや、うん、バイトしてたのかと思っちゃった。本間正人は俺同期だよ俺。あ、そうなんですか。専属ですよ。そう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 。え、大郎さん専属にいたんですか。あ、ほんと1個下だあいつ。本間1個下だ、うん、あ、ほんと。じゃあ、岸君も、岸鉄も知ってんだ。知ってる。岸鉄僕この前旅に行きました。ほんと一緒に旅行に。あ、何撮影それは演奏じゃなくて。じゃないじゃない。すごくプライベート。演奏でも配送でもない。すごいプライベートで。え、本当に旅行に行ったの。本当に旅行。いつも行くんですよ。年に2回ぐらい。写真撮りに。何鉄道。鉄道。おお。あいつはあの鉄塔が好きで。鉄塔。そう、鉄塔、送電鉄塔が好きで。で、僕と一緒に行くと、なんか電車が映ってるとこって大体送電鉄塔が一緒にあるとか言って。あ、いいコンビだ。最近どこ行くのとか言って。いや、お前が選ぶよみたいになって、そうです。結局マジでいつもそう、大体いつも東北近辺。うん、そんな関係なんだ。そうなんです。でも岸君、そう、大学時代からもう仲いいんでね。あの時代から。あ、だから俺は同学なんだ。そういうことですね。そうなんですね。それで話を戻すんですけど、はい、アメリカではじゃあ全然、で、その大学時代じゃあかぶってます？その被ってない。日本ではだから大学地域全然関係ないもんだ。そうですね、違う大学だけど時期も被ってないんですか。そこどういう質問なんですか。その何を言いたいの。なんで合わなかったのかなっていう、今まですごい不思議じゃないですか。普通合わないよね。合わないですね、ピアニスト。ピアニスト合わないですよ。ピアニスト同士っていうのもありますね、うん、確かに。あんたね、そのビッグバンドやったらほらこんにちはって合うんじゃないんだよ俺らは。確かにそうです。フロントサックスの人はさ、ピアニストっていうのは一人、基本的に一人しかいけない仕事。そうですよ。辛いですね、今日。やりづらいのこれ。そう、黙ってたら皮回るよ俺ら。普通ですよね。そう、普通ですよ、ね、質問とかどんどんしてください、ね、ないでしょ、質問ないじゃないですか、特に興味ないでしょ。でアメリカに行ってたのがその被ってなくて帰ってきたのがいつなんですか。あ、2001年ですね。2001年で宇崎さんは何月ですか、2001年の。じゃ覚えてない。覚えてない。だってほらワールドトレードさん、あ、その後その後その後、 あれアメリカで見てた。あ、本当。なるほど。宇崎さんがこっちで会うこともなかったけど、宇崎さんはそれで行って、うん、ずっと行ってたんですよね。向こうに、うん、そうですね、実質、うん、そうなんですよ。で、そうだから愛用がないでしょ。そうですね、愛用がない。で、僕は個人的な話ですけど、宇崎さんとはあのそのそれこそ早稲田の配送で先輩後輩っていうのもあって、うん、大学時代に宇崎さんのことを知って、それこそオーネット・コールマンとレコーディングしたっていうのが、高校時代が知ったんですよ。高校時代にちょうどジャズジャパンの記事に出てて、それを見て、うん、こんな日本人いるんだと思って配送に入ったら先輩だってことが分かって。 でもいなかったんでしょ。いないです、日本にいないんですけど、うん、まあ、でも15巻離れてますから。で、なんかアレンジを毎年やってくれてるっていうのを聞いて、すげえってなって、そこからのご縁で帰国される時に共演させてもらったりとか。高見くんさ、あのさ、僕を褒めてくれるのすごい嬉しいんだけど、はい、このさ、微妙にさ、弾くのやめてもらえるかな、周りが。どうしようと。弾いてる？これは良くないと思う、こういう展開は。まあ、弾いてないですよ、弾いてないです。弾いてない。そうですか？大丈夫？僕はいじられてなんぼ。なるほど。じゃあやめましょう。すごい、でも鉄道好きだよね。そこでまだね、多分行く前ですよ、それ。ちゃんと考えてるから。じゃあ、いいですけど。後々行く。そう、ジャズの話しないと。一旦そうしましょうか。ジャズの話。そう、ジャズの話。そうですよ、ジャズの話しましょう。何言ってんですか。ジャズの話。わかったわかった。ジャズの話。そう。いいよ。いいよ。やりづらい。ジャズの話。ジャズの話。ね、この経験だよ。そう、本当にそうだと思いますよ。今日と回しにくいこと。コメントが来てます。ゆうせいさん、はじめまして。はじめまして。
乾杯と来てますね。乾杯乾杯ミセさん乾杯、わざわざ店に来てくれてありがとうね。いやいいよ、もうやっぱりね、どんどん本当にコメントしてください。インスタの方々もね、全然コメントしてこれ見てればいいのですね。わかりました。はい、ジャズの話ですね。ジャズの話、大郎さんはそれで、うん、まあ、僕の印象としてはやっぱ山下洋介さんとっていうのがすごくあって、はい、僕は山下洋介さんに国立音大で会ってて、はい、山下さんは先生でもあるんで、はい、すごいやっぱ大郎さんの話とかするんですよ、はい、なんか俺のことを、はい、付け狙ってるやつがいるみたいな言い方をして、うん、山下狩りっていうのやつだから山下鳥を狩りっていうの、それで、まあ、大郎さんの印象は、まあ、第一印象それで、で、まあ、それこそ高校生の頃にあのジャズ・ザ・パンで、あのやっぱ記事を拝見してました。マジで田舎なんで静岡とか出てた、出てました。ジャズ、あの椅子の上に、あ、ピアノの上に足乗っけてる写真あったじゃないですかそんなあったっけ。もうそれの印象がすごい、もうすごいこれ人なんだみたいな感じでひどいことをしてますねそうなんですよ、その印象があって、うん、で、まあ、山下さんからお話を伺ってっていう、で、まあ、その後僕はおまさんのバンド入ったんで、おまさんからもすごいお話を聞いていてっていう感じですかね。で最近お会いしてこの感じです。よし僕聞きたかったのは、大郎さんってどんなピアニストがあれだったんですか、一部影響を受けた感じなんですか。いいですね、そういうのいいですね。お前考えろよ、そういうことお前なんだよ、なんでさ、ゲストにうんとかなんとか言わせるのはおかしいだろ、その会話は。いや、いいですね。これね、マル・オルドロンが好きで。あ、そうなんだ一番好きかも、一番好きかも、マル・オルドロン。なるほど、なるほどね。マル・オルドロンかジョン・ルイスか、どっちか。本当です。本当本当。ええー。ジョン・ルイスの方が好きかな。でも、でもそこからどういうあれでこう そのスタイルになるわけですか。あ、マル・オルドロン。そうじゃない。そういうことか。そういう風になると思った。わかった。今の愚問でした。全く持って愚問でした。全然、いや、なんか俺の中では結構、まあ俺の中では辻褄が合ってるっていうか。でも、普通に考えてやっぱ黒人のね、ピアニストの人たちっていうのは、それはやっぱり、なんていうか、こう流れはありますよね。その別にそこからこうドンプーレ行ったり、こうドンプーレはね、行かない。いや、別に、いや、うん、あ、例えば話です。あ、そうそう、ダイブさんが行ってるとかじゃなくて、あ、そうそう、そこから、なんかそこから広がっていく。そう、最初はでも、そう、ジョン・ルイスとマル・ウォルド、うん、なるほど。他の人全然好きじゃなかった、うん、好きじゃない、うん、全然入ってこない。いろんなジャズ聴いてたけど、うん、もうこの2人しか入ってこなくて、で、うん、セロニアス・モンク聴いた時に入ってきて、モンクは、うん、モンクの後に聴いたんですか。モンクの後、そういうのジャズのあれってです、何ですか、こうジャズ系とかそういうんじゃないですもんね、だって、うん、中学生の高校生の時に親父の CD 並んでるやつを端から聴いて、いいなぁ、うん、マル・オールドロンだけはこう違うなみたいな。曲ではなくて、曲っていうか、ほな、ファイブスポットのエリック・ドルフィンのやつ、あれのさ、マール・オールドロンがさ、なんか違う、なんかこの人はなんか全然違うじゃん、なんか音楽っていうレベルで違ってたから、そのジャズっていうさ概念と違うさ、なんか、うん、この人変、すごいなって、でも普通に考えるとやっぱりこう、例えば日本にいて、こういろいろレコーディングがね落ちてくるじゃないですか。レコーディングがね、いろんな人のレコーディングがこう、まあ落ちてくるって感覚なんですけど、そうするとこうやっぱり落ちてくるって何？要は上から落ちてくる。上からどうせあれじゃないですか。どうせあれですから、アメリカから送られてきてこっちが買うから。なるほど、日本で。そう、日本に落ちて。要はまあレコーディングで生まれるようなもんですから、だからその僕が言いたいのは、その何かというと、結局ほら現場でこう例えばアメリカでいろんな人を見てると、明らかにレコーディングじゃないスタイルでやってる人とかっているわけですよ。でレコーディングとしてこうこっちに来るときにこういうのを聞いて、この人はこうなんだっていう概念で考えると、意外とそこに落とし穴があって、そういう人たちもアメリカ行って実際はこうアバンギャルドやってたとか、普通に仕事としていろんな人と、なるほどね、レコーディングでしか聞いてないってことね。レコーディングであるスタイルではないっていう。そう、もしかしたらビル・エヴァンスも、もしかしたら本当に当時きっちり見てたら、まあ、トリオをやる前はとか、いろいろいろんなことやってたわけで、とかチッコリアもそうですし、そうだね、そうそうそう、まあ、その辺面しか見てないよね。そう、ね、だからレコーディングだけで捉えるっていうのは結構危険っちゃ危険ですよね、そういう意味ではね、うん、そういう判断するのは。特にあれじゃない、50年代の、うん、あの、うん、
昔のブルーノートの3分の演奏とかさ、あれ聞いてジャズと思っちゃうのは危険だよね。そうそう、だから普通に考えて、まあ彼らって僕らもそうですけど、彼らって相当数演奏しないといけないわけじゃないですか、うん、だからそういうのがあって、それでレコーディングだけでって考えたら、それをだって毎日やるはずもないですから、ね、やっぱりニューヨークだけでね、回れないですから。結構5スポットは1曲17分とかさ、12分とかさ、あって、あれも衝撃的じゃない、むちゃくちゃ長いわけ普通に考えたらさ、これなんでこんなもん聴かなきゃいけないんだっていうので、そうずっと聴いてたのはあったよ、子供の時。なんだろうこれ、すごいな、意外と面白いですね、そういうの、あのそういうね、なんか小さい時のあれは衝撃的だったかな。宇崎さんは何ですか、ジャズ。僕ですか、最初、ジャズ、いや難しいんだよな、そこもなんか影響受けたピアニスト、嘘つかない、ちゃんと、正直に言えばいいじゃん、簡単じゃん。いやいや僕はあ言って言って、いや母親はね、まあ、一応ジャズ好きだったんですよ、はいはいはい、だけど、そんなにこううちにはねレコードとかないわけですよ、なので全部ほぼ自分なんですけど、でも母親がなんか僕にこう安い CD をね、こう1枚1500円ぐらいで買えるの、そう、ああいうの買い与えてですね、だからジャズだけじゃなかったんですよ、オールディーズとか、だから50年代のニール・セラクとか、あの辺結構ほぼ知ってるんですよ、覚えてる。で、まあそれも含めて、で、母親が好きだったのは、あのウェス・モンゴメリーだっと、ピアノじゃねえじゃん、ピアノじゃねえじゃん、ウェス・モンゴメリーと、ウェスと、MJQ、ジョン・ルイス、ジョン・ルイス、そうなんですよ。で、だけど僕ジョン・ルイスみたいに好きかって言われたらそれはノーなんですけど、そう、俺すげえ好きだな、うん、だけど、そうそう、それで聞いてて、僕はだからウエスとかってその安いレコーディングにはもうリバーサイドの最後の晩年の頃のやつも混ざってて、そうするとポップスなんですよ、もう完全に感覚が、この曲知ってるみたいなね、で、そういうポップスを聴いてる感覚でこうずっとウエスを聴いて、ソロも含めてですよ、だから普通にソラで歌えたりとかあったんですよ、そういうの知らないうちに。で、高校入ってなんかジャズを聴いてるんだったらって勧められたのがチッコリアだったんですよね。あ、で、チッコリアのそのアコースティックバンド の普通のレコーディングの方を聴いて、あ、じゃあこれはすごいなと思ったんですよ、うん、でも当時は音楽聴くときにやっぱ最初ってね嫌いなんです、うん、で、なんかちょっと放置してしばらく経って最初嫌いって、そう、あーそう、あれあれあれ、で、何週間とか何ヶ月か経って聴くと、うん、あ、これはすごいな、こんなの聴いてなかったんだって思うのがあったんですよ、うんうん、でそれはチッコリでしたね、それで影響を受けて、それは相当好きになっちゃうでしょ。いや、ずっと聴いてましたよ、うん、ずっと好き、それは好きになっちゃうね、うん、本当に聴いてました、チッコリアは相当聴きましたね、やっぱりね、影響大きいと思いますよ、うん、一番影響大きいよそれ、最初嫌い、パクチーとかで一緒だもん、パクチー俺のパクチーと一緒だもん、そうなんですか、パクチー嫌いだったんですか、パクチーだけ、でもさ、嫌いなものをもう一回食べようっていう意識ってすごい、あれがいいんだよね、そう、あれがいいんだよね、なんですかねこれあれ、それわかる、俺もそれ、これなかなかないですよ、ね、あれ、いや、うん、俺そうパクチー大っ嫌いで、うん、わ、すっげえまじいと思って、でもやっぱ出るとまた食べちゃうんだよね、はい、まずいみたいなでも出ると絶対毎回食べてって、うん、ある時なんかあれこれすっげえ美味しいかもしれない、いや、やっぱね、数は怖いですね、数の暴力というかでも、もう1回で本当に嫌になっちゃうものもあるんだけど、うん、だからアルバート・アイラーとかはそうだった、あ、そうなんですか、すげえ嫌いで、初めて聞いた時、すっげえ大嫌いで気持ち悪くて、もうすげえこんな嫌な音楽あんだと思って、まあ、嫌いで言うんだったらせっかくね、おっしゃったんで、僕が嫌い、一番アレルギー感じる、嫌い、うん、やっぱ嫌いだったら、いや僕ね嫌いなのはって聞こうと思ったんですよ、うん、でもそれちょっと不公平かなと思ったんですけど、そうだからそれが出たんで、ちょっと自分アルバタイラ、そう、嫌い、僕ね、うん、エヴァンスなんですよ、エヴァンスのそのやっぱあのポール・モーシャンとかとやってた時代が嫌いなので、僕はだから You Must Believe in Spring が大好きで、はいはい、あれが一番だと思うんですけど、 あそこからあとは全部好き、であの前がすごい嫌いで、それはイデオロギー的に嫌いなんですよ、あれだからあれでしょ、もうヘロイン打ちすぎて全然やる気ない時のやつでしょそれ嫌いってでもほらやっぱテイク何十回もやってね、それでなんかそのなんだろう、こうエヴァンスってなんか日本で育つとどうしてもエヴァンスってすごいみんな言うじゃないですか、うん、あれが苦手だったんですよね、僕やっぱり、ね、天の弱、ね、天の弱だね、そう、もう完璧な、ダイローさんもそうでしょ、俺は完全な天の弱だよ、うん、天の弱が2人混ざっても天の弱の裏っていかないもんなんですね、
いやでも行ってる今行ってるんじゃない。そういう感じですか。じゃあエヴァンス大好きってことですか。俺はでもワルソーネビーとかも喜びさんでやっちゃうみたいな。でも彼はやっぱりさ絶妙にビターだよね。ビター、うん、スイートに聞こえるけどすげえ苦味があって、あやっぱでもなんかさエヴァンス好きな人ってさちょっとやっぱスイートになりすぎる人が多すぎて、そこがだからエヴァンス好きな人は嫌い。すごいわかります、すごいわかります、それすごいわかる。ジャズってね根本的に綺麗なもんじゃないですよね、うん、やっぱエヴァンスはねやっぱねビター彼の演奏は、うん、すごい甘いベールなんだけど中身がビターで、その最後の苦味が結構いいんだけど、それを味わわないまま、それがない人が多い、うん、エヴァンス好き。最後残あのコーヒー飲んで、そうそう、コーヒー飲んで最後カップに残ったあの豆のあれをもうなんかゴミのように捨てるみたいな感じ。あ、俺はそれ飲まない。そうですか。そこを飲んであの、あ、分かった、あれじゃん、豚骨ラーメンの最後の、僕だってスープ飲まないですもん、うん、あーもうだ全然ダメだよ。そうもうね全然ダメだよ。何がですか、それ豚骨ラーメンですか。それはだからエヴァンスの上澄みだけ。上澄みだけ、あ、そっか。じゃあでもそれも脂っこいですよ。あ、まあそう、うん、そっか、エヴァンス別に嫌いじゃないんです。本当に言ったら誤解をしないように言うと、うん、嫌いじゃないんですけど、そう全くそうなんです。エヴァンスのそのイデオロギーを勝手に考えてるやつらと付き合うのが嫌いなんです。で、それがすごい面倒くさくて、そのワルス・フォー・デミーにせよ、なんかあの辺のそういうのも含めてすごい避ける方向があります、僕は。すごい、まずあれもやっぱ本人の演奏は絶妙にビターだよ。うん、まあ、好きなのって相手のディトアヘッドとか好きですけどね。うん、俺全然聞かないんだよ、ビレバス。なんだ終わっちゃった話が。いやでもすごいだ、うん、聞くとやっぱあここすごい、なんかそのあ思う、うん、いやだから僕わかんないですけど、ここすごい語弊を恐れずに言うと、あの日本のピアニストってエヴァンスを通ってる人多くないですか。あ、うん、あまあでもそれでもあの日本問わず全世界的にそういう人は、あ、まあまあそうですけどね、うん、なんかそのなんだろう、感情移入というかその熱量という か、うん、かその辺にすごいなんかこういつもね疑問を感じることはあります、やっぱり。でも本当晩年とかすごいもんね。そうなんですよ、だから大好きなんです、うん、あのもう本当にあれヘロイン抜けてさ、そうガンの時ヘロイン抜けたガンってそれはもうどうしようです、本当にもうかわいそうだけど、でも本当にそれでもやっぱりあの時期って本当に命かかってる感じがして、あ、だから初期がほらなんだっけ、あのニュージャズコンセプションだっけ、あ、はいはいはい、最初の頃が、ま、ヘロインなくてさ、まだそう、あの頃も面白いですよ ね、うん、で途中ずっとヘロインでさ、そうなんか、ね、もう全部あのベースにやらせりゃいいやみたいな、うん、時代が あれは分業の結果なんですね。やらそうだね、スコットラボラ、スコットラボラ、あれ分業の結果、全部やらせれば、うんうん、でもあれだ、俺は好きだけど、あのやらせるだけ、もう自分はあんまやんなくて、うん、ドラムとベースにやらせて、自分はもうちょこちょこしかやんないみたいなやり方は結構斬新だなみたいな。あのエヴァンスのナーディスのレコーディングをいつも聞くと、ナーディスね、それをやるといつもあのイントロがすごい長くて、でイントロ終わって始まると大体こうフェードアウトしていくとかね、でイントロ終わってテーマだけやって、そうすると BS ベースソロ最初で、そこからフェードアウトが終わるとかね、そういうひどい演技いっぱいあるなと、そういうひどい、まあ、俺はだから結構面白いと思うけど、あのやり方、あのやり方俺はその先聞きたいと思うんだけど、あ、そうなんですよ。いや一時期なんかナーリスをね、それどういう風にやったらいいかと思って、うん、そういうのをどうやったらコピーできるかなと思ってね、いろいろ探してた時代があって、そうすると、はいはい、あ、ない、これもないみたいな、これも終わっちゃうっていう。でもイントロとかね、こう、あ、そういえば大郎さんってイントロとかどうやってやります？あ、俺イントロつけない。あのボーカリストとかでよくやるときに、俺ボーカリストってやんない。やったじゃん。普通にツアー待ってたじゃん、九州に。バレたか。この俺、しょうがねえな、本当に。バレたか、やつやつだ、うん、バレる、うん、いや僕もだからセッション行ってイントロお願いしますと言うと、うん、もう拒否するんですよ。ごめんなさい、今日はイントロね、うん、イントロ、うん、イントロ、そもそもどういうのがベストのイントロだと思います。イントロってまあ必要枠でもあるし、多分、まあ、必要な瞬間ってあると思うんですけど、俺は結構イントロって必要ないと思ってるから。あ、なるほど、うん、それはいきなりメロディーが入るべきってことですか。いきなりメロディーが入るべきでいいと思うんだけど、うんうん、なんだろうね、あの間っていうのは。あれはだからあれですよ、あの歌合戦のあれと一緒ですよ、こう盛り上げていくみたいな。そうそう、3番
津軽海峡冬景色で清一みたいな。まあなんかどうですか。すごい。俺でも聞きたいの、聞きたいの、宇崎さんやっぱアレンジすごいされるじゃないですか、はい、そこにおいてもイントロって絶対ある。あ、絶対ではないけど、私も 20% しかありません。割とあるものだけど、そこってどう考えてるのか聞いてみたいですけど。イントロですか。そう、あのアレンジ、まあそのピアノってあのね、あの僕はなんかその僕のまあよくしてくださるドラマーの先輩で磯見博士という男性がいるんですけれども、はいはい、あの山形の鶴岡のですね、あ、鶴岡、あのおっさん鶴岡なんですよ、で磯見さんよくお世話になってるんですけど、磯見さんがねなんか話してて、向こうでなんかこういろいろアメリカで、ね、こう8年ぐらいいらして、で結構やばい時期にいたんですよ、80年代とかのね。でそれであのいろんな人とセッションしてて、イントロなんかケニー・カークランドがイントロやってるのを見たことあるとか言って、でケニーがやっててるイントロがなんかこういう世界観があって全然違う音がシュッて入ってきて、いつの間にかに曲に入ってるみたいに、でそれって確かに面白いなと思って、そういうの結構心がけたりするんですよ。でそういう感覚でイントロ、なんかこうイントロ始めた時に何か想像させないパターンと、あとはまあいわゆるリフ的なこうこういうものが始まりますよっていう露骨に言うパターンと2通りあると思うんですけど、だからその辺のイントロの使い方が結構するようにします。なんかこうやっぱりメロディーが出てくる瞬間に何かしらこう爽快感があるというか、うんうん、まあそうだね、だまあなんか、うん、それはわかる、確かに、あ、そうですか、その形、うんうんうん、だからその一番嫌いなのが8小節くださいとか言われて、その8小節がデッドな状態で終わるっていうのが一番嫌なんです、うん、あれが最悪だと思うんだ。あれもあれは絶対、だから日本って多い、すごいあのセッションで、お、いいね、日本ジャズ界ディスリ大会まだ始まってないのに気づましてね、ディスリそこではみたいな、お、いい感じ、うん、それ大郎さんは何なんですか、じゃあ何が、大郎さんは日本代表してないんですか。僕、うん、あ、結構日本代表してるでしょ、うん、だって大郎さんこの前言ったら20年ぐらい経ったらもう大郎さんですよ、音体って言われますよ。え、音体、あ、そう、もう大御所、うん、大御所、大御所って言われます、うん、俺だってもう今ほぼ大御所になりかけてるから。あ、本当すごいな、大御所って結構甘いな、大御所、うん、そうそうそう、自分で言った方がいい、大御所、大御所、あ、じゃあ僕も大御所、大御所って、うん、大御所って結構あの月に、うん、10本以下だったら大御所だから仕事が。逆にそれはいや、それはそれはある。分かる。すごいある。何本？僕ですか？僕だって4月の1本もやってませんもん。あ、大御所じゃん。すごい大御所。巨匠じゃんもん。それは僕ら。巨匠。それ巨匠じゃん俺。当たり前ですよ。全部話はマネージャー通してくれ。あ、だから巨匠、巨匠だよ。当然だよ。やっぱし。いや、4月は僕あの本当は日本にいない予定だったんで、ちょっと母親のあれでこう日本に紹介したんだけど、なんか質問来てる、宇崎さんセンスが落語家の、あ、質問じゃなさっきから宇崎さんのそんなんばっかりですよ、YouTube も宇崎さんヘアスタイルがいい感じですとか今日切りました。いいな、俺にもコメント俺のコメントないのか、すごいな。で日本ジャズ界に物申すんですか。何を言ってたんだ俺は。8小節のイントロの話。8小節のイントロ、いやなんか日本ってあれですもんね、あのイントロあの至上主義ですよね、至上主義。いや違うと思うけど、どこ行ってもイントロトライ、イントロイントロいいんですよ。 あそう、うん、アメリカ、それセッションじゃないの、セッション、セッション、あ、セッションはねレベル違うよね、やっぱね、アメリカと、まあ、た、うん、確かにそうなんですけど、だけどすごいどうしようもない、どうしようもないって言っちゃいけないな、ビギナーの人たちを受け入れる土壌があるかって言われると意外と日本って冷たいですよ、やっぱり。そうですね、そこは、うん、あ、そう、うん、もうセッションも全然行かないから、わかんないけど、まあ大路線行かないですよね、きっとね。俺行かない、うん、もう大御所になっちゃってきてるから僕はやっぱり初心に帰って最近よく行くんですけど、普通にイントロとかね。あー、行くんだ。そう、あー、面白い。いや、僕は面白いですよ。あ、なんで。いや、なんかあのほらベースの吉田豊がいる時によく行って、あの人ね、うち金町で地元が一緒で、はいはい、なんか、まあ、まあ彼はほら本当はあの山口の人なんで、うちの金町の実家のところにずっと今家があるっつって、はいはい、で一緒に帰っていたりしてずっと飲むんですよ、うん、駅前で夜な夜な3時頃まで、うん、でそういうそれが楽しんで、それセッションじゃないじゃんその前の段階でまあセッションして、セッション、まあ、それイントロのセッションが意外と面白いって話で、そういう、宇崎さんイントロハマってますねって言われて、あ、確かに、うん、面白いらしいですよ、皆さん。若手の中でも宇崎さんが最近イントロにいるっていうのは噂になってます。あ、そうなの、もうすでになってんだ結構聞きます。あ、そうなんだ、宇崎さん、また大御所来てるぞみたいなもうあれ大御所じゃねえんじゃねえのっつって大御所返上したんじゃねえの
いやでも40代とかこう50そんなもんでこんなもんで大御所なんてどうするんですか日本ジャズ界は。うん、とか言って。でもそんなもんじゃないのみんな。あそうですか。大御所大御所。70とか80とかで大御所ってこと？うん、だってもう守りだよ。それもう引退だからもう。引退ですか？俺だってもう60で引退しようと思ってるもん。嘘。何それ上岡龍太みたいなこと言うんですか？でも引退しようと思って。あ本当に？うん。その後どうするんですか？あまあ引くけど。引退って言わないんそれ。あでもいやでもね引退なんだよ。なんかあんまそんなあのチャージとかは1500円とかにしようと思って。僕ね大郎さんの後ろにね長州力が見えてる。赤く。本当。多分これはね引退3回ぐらいやるよ。引退曲。やべえ宮崎駿みたいになっちゃう。息子にまで譲って。そうそうすごいだろ。それもうでも多分引退曲を2年ぐらいかかる。でもじゃあ演奏はするけど。そうですか。じゃあ引退ってあのすげえやっぱそういう一線みたいな感じから退こうと思って、もうあのもう無理だなと思って。で今のスタイルでそのやっていくのがその年齢的にってことですよね、きっとね。あそういうまあ演奏的な問題じゃなくて、あそうですか、まあ、社会的な参加の仕方として。うん、別にもうそんなにあの表には出ないみたいな。あ本当に、うん。僕らも考えたことありますよ。確かにこの自分のスタイルで多分80歳ではこれは多分無理だろうなと思って。そういう意味でだからハービーとかすごい参考にしてるんですよ今。あ結構老後のこと考えてますね。これさ、はい、出してきてよ、出してきて、はい、使われちゃってるよ高木くん。いや全然近いんで今日は。あでもラストです。ラストのエールは、うん、氷も入れてもらいますけど、はい、バイツ面白い。ちょっとそれ飲んでいいですか。ちょっと試し、ちょっと一口どうせまずいんですけど。ちょっとやめなって違うんですよ、僕は違うんですよ、映らないようにしてまずい、まずい、俺も心配になっちゃうくらいだからね、それ語弊がありました。まずいんじゃないまずいって言っちゃいけない。僕はだからあの本当はそのバイゼン、バイスビア好きなんですけど、ね、そのあのドイツでね飲むようなバイゼンとは違うんですよ。あれはすごいよね、でもさあれはさだけどやっぱ、うん、ドイツで飲むから美味しい、うん、いやどうそれでもおしゃげ劇で飲んでも美味しいですよきっと。いや、俺ね、多分ね、日本で飲んだら美味しくないと思うんで。そうですか、うん、そう思うよ、俺は。じゃあ美味しくないじゃないですか、何やったら。いや、だから日本、だって湿度が違うじゃん。湿度は違います、はい。で、あの、やっぱあの湿度で、あの気候、こんなに出てくれてありがとう。あの気候で、あの湿度で飲む、あのドイツのビールっていうのが美味しいんだと。それね、その話で、うん、もう匠君もう席外しちゃったから、あっちトイレ行ってんのよ、トイレ行くのお前。視界がトイレってどうすんだよ。おー、膀胱小さいな。誰か匠君それ突きっきりでトイレまで移してやんなよ、もう。あー、そう。ひどいね、あれね。おー。ひどいですね。いやでもあの湿度で言えば、か僕いつも思うのが、そのピアノですよ、ピアノ。ピアノね。そうそう、だからほら。ピアノもならないじゃん、日本は。そうだから日本に入ってくるピアノで、例えば外国のやつでこうよく日本でほらベーゼンドローありますとか言ってね、すごい押してくる場所あるじゃないですか。そうすると大体ベーゼンいまいちなんですよ、弾くと。いやだってベーゼンってさ、まあ、うん、ベーゼン湿度もあるけど、うん、箱のでかさもあるでしょ。あ、まあ、それもありますよね、確かに。だからさ、すげえ狭いところにさ、うん、そう押し込まれてね、蓋開けられませんみたいなですね。そう確かにそれはそうだ、うん、そうベーゼンってやっぱでかいところ用の、あそうですよね。だあれってさ、最後のその PA 装置なしの楽器でしょ、あのこう、ああなるほどね、うん、巨大な音が出て、うん、すごい遠くまで音が飛ぶように、すごいな、ピアノ界の大砲至上主義みたいな、ヤマトみたいなやつですか。そうで、それがだけどさ、あの後ほらそういう必要がなくなっちゃって、そうですね、マイク乗りがいい、ね、何の役にも立たなくなった楽器が、うん、ライブハウスとかさ、うん、2、30人しか入んないところに置いてあってもさ、そうなんですよね、暴力だよね。そうで、なんかこうあれじゃないですか、音量とかっていろいろなんか問題かありません？なんか過去にこう、いや結局ほらうるさいとか言われたりとか、逆に弾きすぎたら単純に自分がうるさいと感じてしまうとか。感じる。でもそれはやっぱ楽器、その箱にあったピアノじゃないと、うんうん、ここアップライトにしとけよみたいなところにさ、ね、ランドがさグッと置いてあってさ、暴力になっちゃうわけじゃん、その。いやね、そもそもだから、あの僭越ですけど、あの大郎さんと一緒にやりたいなと思った理由っていうのはやっぱありまして、やっぱりね、あのピアノをちゃんと弾いてくれる人、じゃあその
なんかこう、うまいということですよ、単純に。いやた、うん、これうまいよ、これうまいよ。あ、じゃあこれ飲んでる、あ、うん、すごいな、うん、泡が消えたら半分になりましたよ、うん、すいません、注ぎ方が、うん、あ、はい。いやいや、まあまあ、はい、75点、ありがとうございました。結構いや、これ、バイエンセファンとか、あの普通 の, あ, のあれがといいんですけど、なかなかそれはね、あの新橋ユニオンではなかったということで、そこの成城石井だとあったかもしれないですね。すみませんね。でもやっぱ日本は、日本で飲むんだったら結構これは薄いビールでいいけど、うん、まあ、確かにメキシコは、うん、メキシコとかの飲むようなビールを日本で飲む方が美味しいかもしれないですね。メキシコのビールは美味しくない。コロナとかダメですか？コロナね。大丈夫ですか、それも。いや、外国だから大丈夫じゃない。日本のやつじゃない。あれでも何、竹見川はね、いろいろビール会社とかもスポンサーつけようとしてんの？いや、ここはつかないけど、他のでついたりとかあるから、うん、可能性はあるんで。うな。クラウドファンディング全部やればいいんですよ。そしたら僕ら言いたいこと、ね、コメント来てますよ、大郎さんに。あ、本当ありがとうございます。あ、可愛いですか？あ、やった。あんま言われないから嬉しい。ダイロさん10点です。ダイロさん可愛いとコメントいただきました。よかったですね。僕もちょっといただきます。ダイロ、ダイロさん可愛いですよ。うん。本当？いや、宇崎さんも可愛いけど、本当。何これ。まあ収めろよ。これトイレから帰ってきたら、ごめんしろよ、お前。本当にです。飲んでる場合じゃないんだよ。お前、なんで俺が顔出さなきゃいけないんだ、会話を。いや、そこはやっぱ宇崎さんの力が。ねえ、ね、すごい、でもよく、すごい、すごいよね。でもあれですよ、大郎さんに興味あるんですよ、やっぱりそういう意味では。ええ、もう本当にいい意味で興味がある。ありがとう、嬉しい。ピアニスト面白いですよ、本当に。なんかいろいろこう、うん、いやでもなかなかピアニストとこうちゃんとね、腹を割って会話、まあ、腹を割って知りませんけど、そこまでだけど、そういうちゃんと会話する機会ってやっぱりないので、うん、ないよね、なかなか、うん、そうなんですよ、だから、うん、大郎さんのそのスタイルとかプレーとかを見た上で、こうやっぱこういろいろ考えて、こうこういうお話できるっていうのは僕にとってはこうプラスですね、今日は。本当に本当、はい、ありがとう。どういたしまして。終わらせようとしてます。まだだって15、まだ全然大丈夫ですけど、ダイロさん、そろそろ趣味の時間です。趣味の時間、もう音楽、もう音楽さんが喋ったもういいです。疲れました、音楽の話。もうでもちょっとなんだっけ、電車の話。え、ダイロさんあれじゃない、フィギュアの話。フィギュアの話もちょっとしたくないから。あ、そうだ。そっちか。出したくないやつがあるんですよ。いやいや、出したくなくもないけど。あ、ジャズに質問来ましたよ。あ、なんかあ、ジャズについて。あ、でも流れちゃった。うん、日本、海外と日本の一番のギャップ。ダイロさんなんですか、やっぱ向こうでだって演奏されたことありますもんね。なんかあるある。やっぱそれどう感じます。僕はもう答えが1個だけあります。結構言ってるんで分かっちゃう。俺が思うのは、俺が日本に帰ってきて思ったのは、やっぱなんか静か、はあ、かな、なんかもっとなんか俺やってた時、なんかレストランギグとかでも爆音でやってた。ああ、うん、音量的にっていう。音量的に、うん、それが一番なんか気になった。なんかうるさいとか言われたことなかったから。すげえ、すっげえ騒いでレストランで演奏してんだけど、アメリカ人って喋る声がでかい。あ、それはありますよね。から、うん、結構後ろの人はもうすっげえ喋って、全然音楽なんか聞いてなくて、こっち爆音で叩いてんだけど、だからレストランギグってそんなことできないじゃん、日本って。そうです、うん、それで意外と聞いてたりするんですよね、喋ってて。あ、そう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 。で、だからそういう音楽、うん、あのですっげえうるさいから喋り声が、なんか結局必然的に音楽もでかくて、雑味が雑味になってくるよね、っていうの。それが一番うん、日本のジャズと、うんうん、アメリカのジャズで違うっていうのは、俺はそれを思った。それ宇崎さんも言いますよね。言います、結構言いますよね、うん、あ、そう。音量と、僕はまあお客さんだったんですけど、お客さんね、うん、好き勝手だよね。好きな人はもう熱心で真ん中に来て、もうすげえ聴いてるし、うん、そう、もう必死に聴いてくれますもんね、うん、興味ない人は後ろに行っちゃって。そうそうそう、うん、でまあジャズクラブにおいてでも全然食いつき方違いますしね、うんうん、なんかやっぱりギャップはすごい感じますね。なんか自分がすごいいいソロだったよなと思って、すごいああみたいになると、あっと思う。すごいギャップを感じます、そういう時は、うんうん。
なんかこう、いや音楽好きじゃないんじゃないかなって、いつも、いや日本人ってすごいぶっちゃけると、だってあの飲みに行って、まあ、僕もそういうとこありますけど、基本的に音楽ないとこにいたいじゃないですか、飲みって BGM うるさいなとかいろいろ、そういうとこ、あのなんかこう、まあこれは多分違うと思うんですけど、どっかのこうお店とか行って音楽が流れてすごいファンキーな普通の R&B 流れた時にすごい自分がこうそれに対して楽しむとか、なんかそれに乗ってしまうとか、そういうとこってやっぱあって、そうこういう音楽かけてるお店とかでみんな別にね何も反応ないですもんね、当然、まあまあどうせ普通に買い物してるだけですから何もないんですけど、要は理解を残す、いやなんかそのつまりこう日本がダメってことでしょ、かける側がなんで日本ダメって言うのかな、そこにちょっと今理解がちょっと及ばなくて、そのレッテル張り僕なんだっけ、なんだっけ、いやだから多分根本的に音楽を好きか嫌いかと言われると、そんなに非常にその日常的ではないということです。やっぱり音楽がその日常的にパッと入ってきた時にそれに対してこうすぐ好き嫌いとかこれはいいこれはいいっていうふうに言える土壌ではない。まず音楽が入ってきたらちょっとうるさいなって最初に感じてしまうっていうか。そうだね。まあそこ、まあでもどっちがいいか悪いかっていうのはない。まあ、ね、ないんだけど。まあ、だからそこが違ってたんだっていう、そのそう、それがすごい重要なポイントで、そのジャズっていうものの捉え方が関係ないんですよ。だから根本的に違ってるっていうか、そうだから日本のジャズは悪いとかじゃなくて、日本の人がそれに対して受け入れられないから悪いじゃなくて、単純に多分まあすごい、でも結構やっぱちゃんとシーンと聴いてくれるし、まあまあそうです、ピアニッシモとかは映えるから、まあまあまあ、まあ、すげえピアニッシモとか、ピアニッシモ入りますね。ピアニッシモ、キース・ジャレットとかも日本が一番やりやすいんじゃないの？多分そうか。アメリカだとフィラデルフィアで見てたら本当にフラッシュ耐えちゃったやつがいて、ね、本当に止めて、I have fucking I have reserved my own fucking right to quit this game いきなりマイク掴んで言い始める。それもね、笑った本当に。無理じゃないの？キースやる、そうですよね、アメリカで。そういえば日本でも席ぐらいで帰るって言いますもんね。まあそれ考えたらアメリカはね、確かにあのクラシックとかのね、あの聞く態度は悪いですね。映画とかもむちゃくちゃうるさいからね。ああ、なんかそういう今もそうなんですね。今もそう。あ、わかんない。俺もう言ってないかわかんない。俺行った時はでも笑う時はみんな、そうそう、もう笑っちゃうから。まあでもあのインドとかあっちの国に比べるとあれじゃないですか。まあそう。まだお国柄だから、それはそう、そうだからお国柄なんで、そのなんかジャズ、例えばそのもしかしたらその昔みたいにこうアメリカジャズというものがアメリカで、そのアメリカのジャズがこう日本で本当はそのレベルにあるべきっていう時代とはもう多分違うのかもしれないですよね。うん、まあ別にアメリカのジャズが本当に日本でそういうものがなければいけないかっていうと、俺はまあそう思わないから、あの日本には日本のジャズっていうやり方であっていいと思うから、それはいいんだけど、やっぱ違うよね。でもだんだんみんなそういうのさ、本当昔ほどギャップはなくなってきてんじゃないの。そういうのみんな知って帰って、アメリカなんかすぐ行けんじゃん、みんな。はいはいはい、だしいろいろ YouTube とかでもさ、いろんなもの見れるから、なんかもう分かるっていうか、なんか前よりもギャップが増えたような気がしますけどね。逆に、うん、そう2010年代ぐらいが一番ギャップなかったような気もするけど、それはプレイヤーの方ですか？いや、プレイヤーは今でもそんなに変わらないと思うんですよ。なんかちょっとなんか日本口もモモモなって聞く環境がギャップがあるっていうことですか？そうですね。リアクション的なところですか？自分の演奏に対してのギャップ、リアクションのギャップ。でも自分の演奏に対してのギャップっていうのはなんかすごいおこがましいかな、まあそういう感じはないんですけど、でもいやでもなんかすごい確かにこう10年前ぐらいから、まあ音楽にしてもいろんなポップスにしても、こうほらアメリカのそういうもんってあんまり追っかけなくなったじゃないですか、もうこのとこずっと、まあ、10年も20年もアメリカ自体がもう多分結構成熟期を迎えてきてて、そうですよね。その、うん、やっぱ若者としての魅力はもうないよね、うん、アメリカ。そうじゃないですね、うん、中年からちょっとやっぱ、うん、そうそうそう、年取ってる国だから、うん、なるほど、うん、だから結局ジャズそのものが多分日本の
そのシーンとか日本のその文化に対、まあ、合わせて何かしらの枝分かれをしつつあるっていう感覚はすごいあります。でそれには僕はちょっとついていけないですね。おお、そう無理無理。それは言ったりそれです。もう楽器をちゃんと鳴らすとか大きな音を出すとか、大きな音を出すってことは小さな音を出せるってことですから、そういうことができるっていう、そういうなんていう根本的なその楽器とかその音楽的なものが欠けちゃうから、欠けても OK みたいになっちゃう。でそこでなんかこうそのさっき言った綺麗なジャズとかその なんともなんとなくこうエモーショナルではないこう感情移入できないものがこう真正面に出てきて、そのなんかこうっていう感覚がすごいあるんですよね。あんま気にしなくていい。あれなんか相談みたいな。もう新しい角度だ。あんまだからだからほらほらあのすごいダメな人ってさどこにでもいるから。ああ。まあダメな人たちはあんま気にしなくてもいいんじゃないの。あのだから自分、うん、自分が何するかっていうかあんま、うん、どこにでもいるじゃん。ダメな人ってまあ確かにもう蔓延してるからほとんどダメな人だらけなわけで、彼らのことをいちいちやっぱまあ彼らにいちいち気をかけてあげるっていうのはやっぱりそれはもう無駄な時間だから、そのだからあんま気にしないそうだろう、うん、なるほど。この辺にすごい心臓見ましたね。菅大夫の心臓見たよ。ほっとく、ね、ほっとく、うん、ほっとくっていうかマジ、うん、ほっとくね。うん。あんま 気にしてないけど俺は。気になってなさそう。でもね、この人すごい気になってると思うの。何？たくみくんすごい気になるでしょ、そういうのって。誰がどういう演奏してるか。いや、っていうか、そのなんかこう、全体のレベルというか、そのなんかこう。ああ、どういう演奏が今、うん、今まあ、なんていうか、トレンドでとかって言い方をあってるのかわかんないけど、うん、でも気になんなくなってきました。あ、本当？うん、結構。なんかその、ジャズに肯定すると気になるかもしれないけど、例えば同じサックスでジャズでやってますって人でなんか同じような箱出てますっていうミュージシャン何人かいるじゃないですか、同じような世代 でそういう人たちがやっぱ気になるんですよ、うん、このサックス集めました、若手のサックス集めました企画にあれ俺呼ばれてないじゃんとか、そういうの気になったりとかあったんですけどあったよね、うん、なんかでも最近別になんかそこで呼ばれない意味もあるっていうか、別にそこじゃなくてなんかジャズでこうやって見てるからジャズの中で見れたらそうかもしれないけど、なんか逆にもうちょっと別のなんていうかいろいろやってみたら、いろんなジャンルとか音楽全体で見たらなんかそこで勝ち負けとかなんかこの人はこうって気になったりとかしてるだけ無駄だなっていうのすごい今は最近すごい思ってるんで、あんまり気にならなくなってきた。で僕はあれだな、じゃあ匠君を見習わなきゃいけないな。僕でも全然気にならないですよ、僕の気になる。知らないですよ。今田らはちょっと手遅れじゃないの。いやいや、知らないもん、だって。僕だってもう 今になって、だって当時、大学生時代から知ってたピアニストとかに久しぶりに会ったりとか、そういうの続いてて、それはそれは面白いですけどね。なんかお互い、まあ、歩んできた道が違うから、いろいろあるんだなって聞いてたりするし。うん、すごい、それは楽しい。楽しいし、なんかそういう、なんだろう、やっぱりなんか感じますよね、ちゃんとした歴史をね、そういう音からね。それがすごいいいなと思って、聞いてます。だから若い子たちがどうこうっていう、意外と僕全然そんな気にならないですよ。ただ、なんだろうな、もうよくわかんないけど、もう大郎さんのその大きな心のそのさあおいでみたいな、そういうその前にして僕の言ってることはチャッチくてしょうがない。いや違う違う違う、だけどいやこれ罠かもしれない、俺の罠8月のこれそれに向けて8月25日に向けて忘れますよ、こんなもんこんなもん本当にこれほらこれに向けていろいろ言った方がいいんじゃないの。何がそうですね、ぜひなんかここに向けて、うん、俺なんかねもうすっごい猛練習してるから。嘘でしょ、ほんと何のもう信じらんないぐらい猛練習対策してるんですか。対策してる。なるほど、宇崎さん対策されてるみたいです。そう、じゃあ僕は筋トレを筋トレをします。もう遅いよそれ。何がもうすっごいしてるから俺も。あ、本当に、うん、わかりまし
全然宣伝なんないです。ああ、じゃでも完全にあれだもんな、本当に。これ僕思うけど、このままあれですよ、1週間とか、まあ1週間とかないな、3日ぐらい前に多分調印式とかやった方がいいですよ、これ。何？反則はしませんみたいなやつ。違う。何反則って。いや、一応ルールの確認と。ルール。それからルールは確認した方がいいよね。どういうルールにする？これ。デュオ。ああ、いいっすね。そう。え、ルールですか？うん。え、何がどう？なんかオリジナル一曲数持ち寄るとかそういうのします？本当ですか？すごい本音で言ってしまったけど。ああ。僕でも自分のオリジナルが他人によって演奏されるの僕面白いんですよ。結構好きなんですよ。じゃあやろうか。でそれでなんかすごい全然自分の想像したもんじゃないのでも好きなんですよ。本当へーと思って俺面白いなあ。じゃあそれをやろうか。いいっすね、うん、まさかの曲曲交換だ、人質みたいにしてもうお前の曲こんなひどくしてやるぞみたいな、うん、もうもし裏切ったら。え、それって先行方向ですごいあれじゃないですか。確かに。すごくあれ。こんもひどい目に話してやるみたいな。スタボロになるんですか。それ見せしめみたいにしてやろうよ。じゃあやろう。だから俺も曲、あ、渡すから。本当ですか、うん、適当な曲渡さないぐらい。いや、結構ちゃんと人気の曲を渡す。人気の曲？ある。人気の曲あるから。それ渡すから。大郎さんの人気の曲ってどういう。あるんですか。ある。本当なんかこれ探りすごいですね。今お互いの顔見ました。すごい探りがすごいですよ。これはどういう意味なんだ。おい、人気の曲かすごいなと思って。人気の曲、そっか、人気の曲ってあんだ。あるんで、あるから、それ渡すから。なるほど。ちょうだいそれで、それをお互いだから、その曲ってどういう経緯。ちょっともうこれ以上はもうもったいない。人気の曲って言ったらこいつなんとなく俺のそうつくはず。僕の人気の曲ってなんかみんななんかあるんですよ、一曲だけみんなが吹けるやつが。ああ、そのたまたま あれかな。あ、じゃあそれ、うん、俺に。本当ですか、うん、それどうかな。大郎さんでしょ、イメージない感じですね。どうなるんだろうね。題名から言ってそれもありかなと思うけど、まあでも何でもいいんですけど、どうも喜んで見てください。そういう感じだから、そういう感じで。いや、楽しみだな、うん、結構。じゃあ曲の人質が始まりましたんで、僕らそれで、すごい身代金とかすごいことないそうですね。身代金制度にしようか。ちょっとギャラかけて。ギャラかけて、でも何をそれ何を決定のそのあれするんですか。分かんない。何が勝負。途中で投げ出すわけですか。いや、もう引かないでくれ。引けねえよ。そういうこと。もうやめてくれ。やめてくれと。それか。それ払ってこう返してみたいな。それってだってお互いにだって体勢がありすぎて、それこそあれですよ。逆に猪木と正哉と巌流島みたいなやつを体壊すまでは終わらないみたいな、3、4時間やっちゃうみたいな、そんな感じになっちゃうんで、それダメですよ。それそこもなんかなんだろうな。まあじゃあなんかいろいろ考えとこよ。じゃあたくみくんがタオル投げたのかとか。投げるもうやめてみたいな。もうやめてっつって。あ、分かった。だからそしたらだからなんかすごい一曲さ、ジャズの人気な曲をどっちがひどい目に合わせられるかみたいな。こうどっちの方がもうよりひどいこう残虐なこう拷問ができるかみたいなことをする。どう、今日の話の流れだとワルツ・フォー・デビーになりそうな感じなんですけどね。ワルツ・フォー・デビーは弾きたくないな。やっぱりそこはダメなんですね。それでもワルツ・フォー・デビーは弾きたくないな。いや、ワルツ・フォー・デビー弾いたんですよ、この前。僕は拷問に遭ってる気分でした。逆にね。私がワルツ・フォー・デビーは弾きたくないな、わしは。僕はね、この前とある人のライブに行って、うん、まあ呼ばれ、じゃあワルツ・フォー・デビーにしよう。今逆に、謎にその戦いにエヴァンスもなんか参戦してるみたいになりますけどね。ワルツ・フォー・デビーにしよう。やろう、一緒にやるんですか、うん、あ、分かった。だから、うん、まあ、やり方は分かんないけど、あ、まあまあ確かに、うん、一緒、うん、ワルツ・フォー・デビュー一緒にやる、分かんない。お互い一緒にやる、お互いやって、どっちの方がこうひどいかみたいな。ひどいか。楽しいな。この前、佐山浩太って知ってる？あ、はいはい、佐山浩太から、うん、CD をもらって、ええ、
ボデビ入ってて。どうでした、どうでしたっていうか、どんなあのスイート。いや、でもよかった、よかった、いや、でもよかった、すごいよかった。よかったですよ、佐山さん、すごいよかった。それ、そこでか、身内の用語が。いやいや、よかったよ。ダイローさん、それどうだい、その感じ。いや、すごいよかったな。これ話すことだったかな。スイートだったけど、スイート&ラブリーだったね。じゃあ、ダイローさん、じゃあこうなったらもう、アズスイーターズパッシブはどうですか。何それ。え、だから、とにかく、どれだけスイートにできるか。いや俺結構それ苦手でしょ。だって僕も苦手なもんだから、それやるしかないじゃないですか。こうなったら逆に、いやもうどれだけビターな、もうトゥーマッチビターみたいな、トゥーマッチビターよりもトゥースイートの方がいいんじゃないですか。あ、だからそこはだからお互い決めずにやってこい。あ、そこで逃げて打つんだ。ああ、そう、決めたとしてもそうなんないと思うんですけどね。悪そうデビュー覚えてるかな俺ら。俺弾けないよ、一回も弾いたことないもん。なんでしょうね、あのワルソーデビーのあのアレルギーたるや。俺でもアレルギーはないよ。僕あります。やっぱ弾いてて自己嫌悪しかないですね。あ、そう、うん、面白いな。この前弾いててやっぱなんでこんな弾かされてんだろうと思ってよく弾くよね。でも弾かないです僕。でも弾いたでしょ。弾いた。だって先輩が弾けって言うからしょうがないから。えらいね。いやでもね、うん、それもあるんですよ。日本がジャズ向きじゃないなと思うな。そういう上下関係もあると思うんです。いやそれあんたが屈してるだけだから。別に違う、僕はそんな程度の輩たちよりもちゃんとできるっていうことを見せたいだけなんですよ。自己肯定感をしてるの。ビターなところ。そう、ね、ビターだから、ね、ビターでもスイートでもとりあえずちょっと顔が怒ってるよ。何言うんですか。大丈夫。怖い。いやもう 1% なんですよ僕の携帯が。そう、ぼちぼちお時間で僕は、まあ、僕はあのこのまま喋ってたら落ちますよ。この僕の携帯は、うん、電池3画面で。もうこれだってもう過ぎてるじゃん時間。そう、そろそろまあお時間で終わるんですけど。でもどうせ10分ぐらい押したからどうでもいいんでしょ。そうそうそう、まとめ、うん、まとめ、まとめはとにかくまあいろいろ今、うん、こうしようああしようって言ったけど、うん、どこまでどうなるのかは多分決まったようで決まってないですもんね、言ったことも。でもちょっと俺明日からワルツ4デビューを練習しないと。まあ本当ですか。うん、いや生まれて初めて。すごいですね。うん、ちょっとそれはじゃあ。でもあれだ、分かった。じゃあ今日はすごい意味がありました。はい、菅大郎氏を本気にさせた僕は。あ、そう。そう。でも前から結構本気だったけど。あ、本当？うん。あ、そうなんだ。いや、すげーなと思ってピアノ。いやいや、そういうの聞きたいんですよ。あ、それほら、あの、あれが悪いから、なんか仕切りが悪いから。なんでお前俺にさせるんだよ、そういうの。でも最初からそう思ったの俺がやるっていう。だけど、いいっすか、言い訳させてもらっていいですか。そのお二人がこう、今その流れで、いや、宇崎さんどう思いますかとか言っても、どうせそんな言ってくれないんですよ、二人とも。いいんだよ、酒続いて飲ませるやんなもんさ、いくらでも言うんだよ。いやいや、そういう流れで言いたくないみたいになると思って、もうてめえが先潰れるの通り行けよって。潰れてやねん。そんなの。なんだもん。大変だよ。決まないでしょ。ね、いくらなんでも。ナビゲーターだよね。ごめんなさいね。これくだらない上下関係。上下関係。一番縛られてる。君こそがそこに縛られてるんだよ。これは。そうやって菅大郎氏いつもやったもんだ。丁寧語を抜け出せないもの。ですか。そうです。俺はもう誰にでも丁寧語ですから、ね。つけるの。何このやつさん本当に。縛らないので締めます。あ、落ちましたね宇崎さん。僕も落ちました。僕ありました。僕はねあの電池が切れました。これちょっと。はい。ということで、まあ、1時間近くぶっ続けてあのやってきましたけども。何かありますか。デュオコンサートのチケットリンクが YouTube の概要欄にあるので告知お願いします。はい。あ、なんだメッセージじゃないんだ。全然質問とかなかったですね。YouTube の概要欄ですね。このお二人のデュエットの寂しい質問がなくて、あ、でも多分コンサートのチケットを、YouTube の販売しているリンクがねありますので、ぜひそちらから前売り価格が安くなってます。前売りが4000円で当日が4500円なんですけど、あのもう購入できるようになってますので、ぜひそちらに飛んでいただいて、あのワルツ4デビューを聞きに来てください。やっぱやりたくないんですかね。まあ本当にそこは分かんないということにしておきましょう今日のところは。はい、まあ、だって始まっちゃったら本当にどうなるか絶対分かんないので、
いやでも何をするんだろうなってずっと考えていますけどね。楽しみでなりません、うん、ということで、まあ、まだまだあのアーカイブも残ります。 YouTube にアーカイブも残りますので、質問とかあればちゃんとカットしといて言うよ。はい、アーカイブ何をカットするの、お願いします。なんかてめえこの野郎とかまずいとか、わかんない、このバイゼンの悪口とか映ってないから大丈夫。あれわかんないでしょ、これはどこだかやめましょうよ、ね。はい、ということで本日のゲストは早く締めたくてしょうがないんだけど、こっからこれから面白いですよね。こっから面白いですけどね。本日のゲストは宇関陽一さん、そして菅大郎さんでした。ありがとうございます。ぜひ8月にお会いしましょう。菅先輩ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。楽しかったです。本当に匠君ありがとうね。ありがとうございます。